川島さんすごいですね。ずっと続けてる <laughs>、まあ。川島塾はね、やっぱね、ちょっとね、なんすかね、レクサスとか、フェラーリとか、フェラーリじゃないですか。フェラーリを買う集団みたいな、なんかイメージとしては。<laughs> 川島塾に集まる人たちはフェラーリ買う的な集団みたいな。そう。だからその、レクサスを買う人たちと、まあ同じ車なんだけどね。 軽自動車を買う層うとなんすか、ね、レクサスを買う層うと、まあ、フェラーリ・ランボルギーニ買う層うとか、まあ分かれますよね。結局い、いてるんですよ、一部はね、うん。で、その一部になりたいんだったらなんだ、一部の人たちの考え方とか、何やってんのかっていうのを学ばないと、その一部にはなれないですよね。うん まあ僕はもう自由な暮らしっていうな、な何すかね。そこなんで自由な暮らしするためにっていうところであのネ、ネットビジネスを選びましたけど、うん。でも正解でしたね、うん。僕のライフスタイルには非常に合ってますね。うん、本当に今ネットなかったら無理ですもん,、うん。逆に言うとネットあるから、あとパソコンすか。まあ、これだけでなんとかやっていけるんで。 うん。ありがたいですね。うん、一部の人になりたいんだったら、その、まあ、久保さんもなんかお金が集まるところに行けみたいな話なんですけど。うん、そう。だから、あのー、鹿児島合宿し、大学生の子だったかな。一回鹿児島合宿で大学生の子が来たんですよ。で、泊まに来て、 あのこんなこと言ってたんですけど、吉谷さんと、あの、間近で吉谷さん見て分かりましたみたいな、<laughs> 何やってるのか分かりましたみたいな、<laughs> うん、来てよかったですって言ってましたけどね、うん。まあ、合宿中も僕、トゥードゥの仕事とか、まあ、だからこれをリアルで見るとかですね。だから結局、その動画って、ね、なんかその表面、表面上というか、リアリティあんまないじゃないですか、動画って。 他の YouTube も見れるしなんだけどこれこのこの今のこれをリアルでここで見るっていうのはまた全然違いますよね聞いてることは一緒なんだけどここで見るみたいな <laughs> あ本当にこうやってんだみたいなね <laughs> ううんなんでまあ僕も合宿とかにも参加しましたしあのー やっぱそういう場所にはね、足をね、運んだほうがいいと思いますよ。最初のブーストアップはね、うん。だって分かんないもん、リアリティないもん。パソコンで稼げますっつって、リアリティあるかっていうと、リアリティないですよ。だってそ、周りにいないんだから。<laughs> ね、久保さんの周りでね、なんとか塾ってやってる人、広島にいました、いないですよね。 ね、ネットビジネスナンバーワン塾ですみたいなそれなんでナンバーワンかっていうと久保さんぐらいしかやってないっていうね <laughs> ま東京にはいっぱいいるんですけどねうんでも東京にいっぱいいるって言っても、うん、なんすかねそのいっぱいではないんですよね東京もいっぱいいるけどいっぱいではないっていうね、うん、まあ渋谷の街中歩いてる人全員ネットビジネスやってるかっていうとまあやってないですからね <laughs>、うん